ねえねえ、最近はあんまり潜水艦の情報が入ってこないけど、新しい情報はないの？なんだよ、いきなりどうした？確かに戦闘機や護衛艦、空母なんかの話は入ってくるけど、日本の潜水艦事情は聞かねえな。今現在、収益中なのは、そういう型潜水艦だよ。新型の開発改良なんかの情報はないのかよ。はいはい、ございますよ。確かに現在収益中なのは、そういう型潜水艦だよね。これはよく聞く潜水艦だね。当然軍事開発は、どんどん進化していってるから、日本だって新型の開発は進んでるよ。そういうに続く潜水艦は、3000トン級の潜水艦らしいよ。情報では、今現在稼働中の潜水艦の次の次までの製造まで取り掛かっているらしいね。そうなのか。そんなに進んでたんだな。知らなかったぜ。まあ軍事開発はトップシークレットだから、一般の自分たちに情報が入るのは、かなり進んでからになるからね。知らなくても仕方ないよ。そういう型潜水艦は聞いたことあったけど、その次の次まで進んでいたとはね。本当に軍事開発というのは、進化が早いよね。そりゃそうさ、各国が競争してるようなもんだからな。開発をどんどん進めないと、自分の国だけすぐに置いていかれるからな。他国より一歩でも先を行ってやろうと各国必死さ。その通りだね。軍事開発は、日々目まぐるしい進化を遂げている。少しでも他国より遅れを取れば、あっという間に置いていかれてしまうからね。多額の資金や、膨大な時間を使って各国しのぎを削ってるんだ。ところで、そのそういう型の次世代型どんな進化をしてるのかな？そうだ、肝心なことを聞いてなかったぜ。よろしく頼む。それじゃあ行ってみよう。2019年6月に幕張でマスト2019というイベントが開催されたんだ。このイベントは、防衛装備や技術、海洋や航空安全に関するシンポジウムなどが行われたんだよね。このイベントで、新型潜水艦のイメージ図を三菱重工業が発表した。このイメージ図は日本だけじゃなく世界の関係者たちの注目を集めたんだ。おお、やっぱり三菱重工業だよな。さすがだぜ。うん、そうだね。三菱重工業の開発力と技術力は世界でもトップクラス。いや、技術力だけで言うならナンバーワンかもしれないね。この三菱が発表した潜水艦のイメージ図に書かれていた新型潜水艦の正体について大きく三つの説が流れたんだ。そうか、まだイメージ図の段階では新型潜水艦の正体はみんなつかめていないんだね。そう、だから各国の関係者の間では色々な憶測が飛び交ったんだよね。まず今日本が開発中のそういう型潜水艦の時間3000トン級だという説、時に3000トン級の海洋型潜水艦という説、そして今回の主役である3000トン級の次の艦という説が主な関係者たちの予想だね。なんかよくわかんないね。確かに少しわかりにくいよね。じゃあそのあたりを説明するね。まず3000トン級潜水艦は、現行の最新型そういう型をベースにしているから、詳しい人が見れば違いはわかりやすいんだよね。だから、今回発表された潜水艦のイメージ図は、その次に開発されるさらに新しい型式の潜水艦じゃないかと言われてるんだ。でも、このイメージ図の潜水艦の性能などに関しては、確定している情報などは入ってきてないんだよね。ただ今までの、そういう型と比べてみると艦体自体のフォルムが違っていて、流線形を取り入れたようなフォルムになっている。それでも、やはりまだイメージ段階だから、どこまで現実に即したものなのかは、わからないんだよね。ってことは、三菱重工業が発表したのは、あくまでもイメージの段階だから、今後開発を進めていくうちに、発展していく可能性もあるってことだな。それじゃあ、まだ今の段階では艦隊のイメージしかできてないってことなんだね。性能などに関しては全くわからない状態なんだね。そうだね。でも専門家や関係者の予想は発表されてるよ。それを見ていこう。謎に包まれた次世代潜水艦だけど、現在のエンジン機関ディーゼルとリチウムイオン電池の併用はそのまま使用するだろうとされていて、このエンジン機関の始まりはそういう型11番艦からが始まりだったんだ。リチウムイオン電池は電力容量が飛躍的にアップできたので、それ以前に使用していたスターリングエンジンや非対機依存推進機関を廃止した。そうなると、そういう型潜水艦のそういうと OU の2隻。後継艦の3000トン級潜水艦3隻はリチウムイオン電池を併用したエンジンになりそうなんだ。この5隻でディーゼル機関方式とリチウムイオン電池のエンジンノウハウを積み重ねてきたから、次世代潜水艦はより進化したエンジンになるだろうと予測されているよ。でもよ、今世界で主流になっているのは、
原子力潜水艦だよな。この無限に能力を供給できる原子力の方が、長い期間深海に潜って任務をこなす潜水艦としては理にかなってると思うんだがな。うん、確かにそうだよね。軍事大国と言われてる国の潜水艦は、ほとんど原子力潜水艦だからね。でも日本人ならほとんどの人が知ってると思うけど、日本は核兵器を持たない、作らない、持ち込ませないの非核三原則があるから、現時点での原子力エネルギーを軍事目的に利用することは、政治的にも世論的にもなかなか難しいことなんだよね。そうだよね。原子力発電所でさえ今現在でも一部の反対派がいるもんね。軍事目的となるとさらに反発は大きくなるだろうからね。でもね、この状況が変わるかもしれないという情報が入ったんだ。アメリカの軍事産業の一翼を担うロッキード・マーティン社が、小型核融合炉の実用化に向けての開発を進めているということなんだ。この小型核融合炉は原子力潜水艦で使用されている原子炉とは全くの別物らしく、厳密な定義からすれば原子力エネルギーではないのではないか、ということなんだけど、これも果たして実態はどうなのかな？原子力エネルギーじゃないなら、日本の潜水艦にも搭載できる可能性はあるかもしれないな。確かに、搭載できる可能性はあるかもしれない。でもそれが必ずしも潜水艦の性能アップにはつながるわけではないと思うんだ。日本の潜水艦欧竜と東竜は今現在でも静粛性は世界と比べてもトップクラスなんだ。音で敵の位置を察知する海中での任務において静粛性が高いということは、これだけでも他国からすれば脅威になる。敵のソナーに探知されず、自国に近づく敵艦を追尾するような防衛面でも、より広範囲での積極的行動も可能だからね。新しい小型核融合炉を搭載できたとしても、この利点が損なわれるようでは話にならないからね。なるほどな。日本は専守防衛の国だから積極的に他国に出向いて作戦行動を取るわけじゃないから、長期間海中で行動できる原子力よりも、現在のリチウムイオン電池搭載艦の方が自国の領海を守るという点では、合っているのかもしれないな。そうだね。日本の周りには海からも空からも、ちょっかい出してくるうざい国があるもんね。まずは中国だね。ここ最近この国は軍事拡張にかなり力を入れているからね。今の感じで軍事用の艦艇を増やしていくなら自衛のためにも日本の潜水艦の能力向上は大事だね。日本としては、艦艇の数を増やして大きなコストをかけるより、性能の向上を図りたいところだよね。そうだな。軍事費はたまらないからな。資金力よりも技術力で勝負だな。もう一つ忘れてはならないのはお隣韓国だね。韓国は現在、原子力潜水艦の建造にかなり力を入れている。現在就任中のバッチさんと呼ばれる潜水艦も原子力推進型に改良すると言われている。なんで韓国はそこまで原子力潜水艦の建造に力を入れてるのかな？そりゃあやっぱり陸続きのお隣にクレイジーな国が存在してるからな。これは間違いなく世界屈指のクレイジー国家だね。同じ民族同士なんだけど、この両国はいつ有事が起きてもおかしくない状況が続いてるからね。文大統領時代は割合良好な関係は築けていたんだけど、今年に入ってからは、北朝鮮が南北共同連絡所を爆破するという、イカれた行動に出たんだよね。世界中がびっくりした事件だよね。そんなイカれた国を相手にするんだから、潜水艦は必要だと思うんだけど、実際は北朝鮮を攻撃するのにわざわざ潜水艦を使う必要はないと思わない？そうだよね。韓国と北朝鮮は陸続きだから38度線を超えて攻めた方が効率いいもんね。そういうことか。なんとなくわかってきたぜ。結局、韓国がなぜ潜水艦建造に力を入れてるかっていうと、日本ってことだよな。うん。その通りだね。日本と韓国はことあるごとに揉めてるからね。揉めてるというよりあちらが政治的目的で難癖をつけてきてるだけなんだけどね。自国で何か問題が起きれば日本を叩いとけばいい。というノリみたいなもんだよ。その日本に少しでも脅威を与えて優位に立っておきたいというのが、本当の狙いなんだよね。そうだな。こっちは相手にしてないが、韓国は日本のライバルと思ってるみたいだしな。要は軍備を強化して日本から常にマウントを取っておきたいってことなんだね。まあそういうことだね。話が逸れてしまったけど、日本には海を隔てたすぐ近くにこれだけの問題があるんだ。だから、新型の潜水艦を開発、建造し、常に隣国に対して牽制していかないといけないってことなのさ。次の新型の潜水艦は、また世界を驚かせるような潜水艦になると思うよ。技術力ならまだまだ、世界でもトップクラスだからね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。